はい、子猫チャンネルです。水玉ちゃん、かわいいな、お前。一番懐っこいな、お前。水玉ちゃん。水玉ちゃん。どうしたんや。まあ、掃除したら一番に出てきました。これまた入るんちゃうやろな。なあ、水玉ちゃん。一番懐いてんな、お前な。かわいいな。性格かわいいな。まあ、こんだけ生まれて、生き残れるのはこの子だけちゃうかな、おそらく多分。ここで生まれたにもかかわらずこの子たちはなれないね。外で生まれてたら多分この子だけが人間に懐いてご飯見つけてもらって買ってもらえるパターンの子ちゃうかなと思ったね。あとの子はね、やっぱり長生きできんないんちゃうかな。水玉ちゃん、お、かっこいいね。はい、行こうか。はい、出なさい。はい、はい、出なさい。まあ、猫でね、あの野良猫ちゃんやったらどんなんかな思って、いろいろ本さんも考えたりしてるわけだけどね。この子たちが野良猫やったらどんな生活を送ってたんかなとかね、いろいろ考えたりするんですよね。はい、あれ、ルッピーどっかで行ってない。はい、みーちゃん、うん、あ、おったおった、ちゃこちゃんおった。ちゃこちゃん、出といてや。みーちゃん、みーちゃん中入るんちゃう。またみんなが出てったら中入る、入ったりするね、お前。みーちゃん、ちゃこちゃん、おいで、入ってといて。ちゃこちゃん、みーちゃんおいで。あ、みーちゃんじゃん、水玉ちゃん出てきました。はい、遊んどき。はい、大人猫とね。今日はこのオンさんがいてへんかったらどうなるかいうのをちょっと撮ってみようかな。大人猫ちゃんとかとね、その様子をちょっと撮っておきます。はい、
さ。はい、こんな感じです。オンさんが入ってきたらお子ちゃんたち、ね、遊んでます。みんな、ね、いい感じですね。はい、以上です。